早速登場いただきますので拍手でお迎えください。山川穂選手、上優香選手です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。なんかもう2人よく一緒で、何ヶ月か前もここでこの2人でトークショーされてましたよね。はい、そうです、はい、セットですか？セット合戦で、セット合戦で、髪型とかもやっぱちょっとじゃあ短めでいきますかみたいな打ち合わせがあったんですか？それは。そうですね。そうなの？ちょっと私の方が短めで、はい、ちょっと伸ばしかけの長めです。あ、ね、先生は伸ばしかけのちょっと初めよりかは短め、長めになってるという、はい、別にこう揃えてるわけじゃない。揃えてるわけでは。なんとなくね。さあ今回はですね、選手募集、ボートレーサー募集の、まあ、今時期になりますので、そこの辺のお話をということでいろいろ伺っていきたいと思うんですけれどもね。まずこちらのね、今、もうお受け取りいただきましたがね、ボートレーサー募集の要項などが書かれているこの、クリアファイルに山川選手と上選手とサインを、ね、書いていただいたこちらをお配りしております。はい、まだもらってないよという方のよかったら入り口付近にブースがありますのでね、はい、そちらでお渡しもしてますんでよかった。お、すごい、うちわね、すごいですね。すごい、うちわ作ってありがとうございます。はい、はい、こちらもぜひあのサインが入ってますので、はい、お受け取りいただきたいと思います。今川選手のサインは顔全然、はい、書きました、書きました。はい、これを押してるんで自分で押してるんですか、これ。はい、顔全然、はい、ね、これもうすごいブームになりましたよ。あれ最初聞いた時どうやったんですか、顔全然。いや、面白いなと思いましたいや、でも頑張らなくちゃみたいな。はい、そうですね、うん、いいプレッシャーですかね。はいはいはい、はい、もうこれ顔全然で応援してくれてるから頑張らなくちゃっていう、はい、そうですね、ね、それをもうサインにも書くようになってると。はい、もうしっかり書いてます。しっかり書いてます、はい、それをね、今お配りしてますんで、はい、よかったらぜひあのでどっちも入ってますのでお受け取りいただいて、でもしあのね、ご近所とかご家族とかあのお知り合いにボートレーサー目指してる人がいたら、よかったらこれ持って帰ってもらって、渡してもらって、これ見てあのいろいろ調べてみてってね、渡していただけるといいと思うので、ぜひお受け取りいただきたいと思います。さあ今回はそのボートレーサー募集ということで、お二人もあの、まあ、ボートレーサーになったきっかけとか、ボートレースを知るきっかけ、もしくはあとはそのレーサーになるために頑張ったこととか、なってからといろいろお話を伺っていきたいなと思うんですけど、この8レーサー発売中の時間は、じゃあまずはそのボートレーサーになろうと思ったきっかけ、ボートレースを知るきっかけっていうのを聞いていきたいなと思うんですけど、まずは山川選手は。はい、地元の先輩の寺井健志郎さんが選手になったと聞いて、はい、普通のボート見に行って見た瞬間もこれしかないと思って、直感的に思って受けることに、受けましたね。豊田健志郎選手が地元の先輩だった。はい、そうです。小中ですね。それは小中の時から知ってたんですか？はい、はい、知ってました。お兄ちゃんが同級生で、はい、であ、じゃあお兄ちゃんの友達がボートの選手になったって、はい、で、はい、でじゃあお兄ちゃんと見に行くかみたいな。はい、で見に行って、はい、が走ってたので、はい、まあ、私もこれしたいってなって、はい、で受けました。はい、じゃあ健志郎さんとは小さいその小学校ぐらいの時からお兄ちゃんの友達で一緒にこう遊んだりもしてたんですか？はい、遊んでましたね、一緒にお兄ちゃんだと。はい、じゃあお兄ちゃんの友達がボートレーサーになったから、はい、じゃあそれ応援行こうやって言って一緒に行って、私もこれやりたいってなって受けました。そうですね、きっかけなんですね。はい、上選手はきっかけは、まあ、私は友人と見に来た時に、はい、乗りたいなと思って応募しました。なぜまずボートを見に行こうって話になったんですか？本当たまたまですね。たまたま暇な時間みたいな感じで時間があって、はい、今日どうするみたいな、そんな感じで行きました。ちょっとボートでも見に行くって言って、はい、へー、それまではボートレースっていうのは知ってたんですか？あ、知ってはいたんですけど、ほとんど見に来たことはなかったです。あ、じゃあもう
そう、ほぼ初めてボートを見るみたいな感じで。そうですね、ちっちゃい頃にちょっと見たことあるかなぐらいの感じでした。それ初めて見て、じゃあ私もこれやりたいってすぐなったんですか？そうですね、その日にいろいろ調べて、応募資格とかで、はい、まあ、数日後に取りに行きました。それがいくつの時ですか、上選手？22歳頃だったと思うんですけど、はい、それまでは？それまでは社会人で、はい、働いていました。あ、じゃあ社会人としてお仕事をされてて、で、ボート見て、その時はでも全然その条件とか何も知らずになりたいってその時にすぐ思ったんですか？そうですね、乗りたいなと思いました、あの乗り物に。はい、で、じゃあ2人ともそうやって、まあ、山川選手はお兄ちゃんの友達やから、まあ、ある程度そのなったって聞いて見に行って私もなりたいってなったら、ある程度情報っていうのは仕入れやすかったんですか？そうですね、すぐ連絡して、はい、で、どんな感じの試験とか、はい、どんな内容とかをすぐ聞きました。あ、で、これなら私も、はい、受けられると、受け入れると、はい、思って。なんか変な自信があったんですかね。その時は山川先生いくつぐらいだったんですか？18ですね。その時進路決める時だったので、はい、何になりたいかってなった時に多分それに一目惚れじゃないですけど、はい、これしかないみたいな感じになりました。他にこういうお仕事をつきたいなみたいなのはなかったんですか、その当時？いやー、一つ考えてたのが学校の先生。あ、はい、はい、商業高校だったんで、はい、商業の先生したいなと思ってたんですけど、はい、いや、なんかそれより勝負したいなっていうのがあったの で男女関係なくやっぱ戦えるのがこれしかないので、うん、そこに興味があって、はい、それまでスポーツとか運動とかなんかそういうのっていうのはやってたんですか？はい、ずっとバスケット小学校からずっとしてたので、はい、はい、何かそういうこうやっぱスポーツ体を動かすことっていうのにも、はい、こう憧れというか。そうですね、それでいけるかなと思って、はい、受けました。上選手はその社会人から言うたら仕事を辞めてもう転職じゃないですか。はい、勇気っていうかその周りの反応とかはどうだったんですか？そうですね、特になんか辞めるのがすごいピンチみたいな感じではなかったんで、はい、全然みんな応援してくれましたし、なんか軽い感じで軽い感じでいいよいいよみたいな、ボートの選手いいよって言って、はい、上ちゃん何かできるよ頑張れるよみたいな。そうですね、そんなに軽くなかった。あんまり信じてもらえてなかったです。なんかなるっていう、はいはい、なんか結構流される感じで。でもね、それ、まあ、お仕事しててでボート見て、いや、ちゃんと転職するってなって、で調べて、でそこでいや無理かなとかってはならなかったんですか？そうですね、ちょっと厳しいかなとは思ってたんですけど、まあやるだけやって見ようみたいな感じで。だから山川選手はまあ18歳で、上選手は言ったらもう20歳を超えてて大人になってからじゃないですか、はい、準備は多分違ったと思うんですよね。まだ勉強バリバリしてた時と、もう社会人になってから準備、そこから短所を取り寄せてお勉強はしないとダメですよね。試験っていうのはどういう試験ですか？改めて教えていただきたいんですけど、そのボートレーサーになるためのうん、一次試験まずあるんですけど、はい、まあ、学科と軽い、筋力テストですかね、はい、があって、はい、それを合格したら二次試験、三次試験といけるんですけど、だからその一次試験で学科もあって、まあ、体力的なねところももう言うたら社会人してたわけじゃないですか。はい、全くなかったです。どんな準備したんですか、そこからボートレーサーになるぞって言って。そうですね、半年ぐらいはもうジムにもうほとんど毎日通って、はい、で仕事しながら勉強もしました。じゃあその試験受ける前はまではお仕事も続けながら。あ、そうですね。
仕事が終わってから勉強してジムに行って体力、はい、体も鍛えて結構ハードだったんじゃないですか。今考えると結構ハードでした。で山川選手はでもその頃はボートレーサーになりたい、佐々木健次郎を見てお兄ちゃんの友達みたいになりたいと思った時にはまだ、まあ、18歳、はい、言うたら勉強も、はい、運動もしてた時、はい、準備はどうだお勉強の準備はどうですか。お勉強の準備は、まあ、本屋さん行って、はい、購入してるのぐらいの、はい、あのワークがあるじゃないですか。その試験勉強、高校入試のための、はい、いわゆるテキストみたいなものを買って、はい、そうです、それを買いあさって勉強してました。ひたすらじゃあ自分で頑張って、はい、そのワークを買ってやる、はい、上選手もじゃあそんな感じですか、勉強は。いやもう自分は全然できなかったんで、あの塾通いました。え、ちょっと待って待って待って、22にして塾を通う、はい、それは周りはやっぱり高校生とか中学生とか。そうですね、もう小学生とか小学生同じぐらいのところで並びながら。じゃあ会社終わって塾行って勉強して、でもちろんまあ家でも宿題みたいなの、うん、はい、ある意味もう一からみたいな感じですね。そうですね、本当に全部一からやり直した感じです。それはどれぐらいの期間やったんですか。半年間ですね。あ、はい、もうみっちりみっちりやりました。でこうちょっと学校時代に習ったものを思い出しながら準備して。そうですね、覚えてはなかったですけど。もうほぼゼロから。ゼロから、はい。じゃあある意味吸収良かったのかもしれないですね。あ、もう必死で頑張りました。で半年もびっちり塾通って家でも勉強して、でジムにも通って試験を受けて、はい、一回なろうと思って、はい、すぐにとりあえず応募しなきゃと思ったんで、はい、128期の自治試験を受けて、はい、で何もできずに帰ってきて、はい、129を受けて受かったって感じです、はい、じゃあそのとりあえずは見に来てなりたいと思ってまず応募だって言って何も勉強せずに応募して、はい、玉砕して帰ってきたんですね。準備が足りんかったと、はい、でもそれで塾行ってジム行って準備して次で受かった。はい、分かりました。で岡選手は4回4回受けました。私4回です。そうですね、20歳前で受かってた。そうですね、18歳で目指して、はい、でそこから、はい、まあ、とりあえず多分一緒でしょ、上さんと一緒ぐらいで。そうですね、受けようみたいな。1回行ったら、はい、あの雰囲気がほんとすごい、みんなガチやって そうですよ。これはいいな、気持ちで受けたらあかんなと思って、はい、なんか変な自信あったからさ、私は若いから私ツーレスみたいになれると思っていいんだよね。はいはい、だけど、はい、だから、はい、これはあかんなと思って、はい、ちゃんとしっかりもうやり直しました。あ、じゃああれですね、2人ともまず1回目は軽い気持ちでいいって失敗したチームですね。はい、それじゃいかんかったと、はい、でもそこでしっかりそれを学習してというか、まあ、感じて、もうそこから猛勉強、はい、そうですね、猛準備、はい、で晴れて4回で、ね、受かったと、はい、でそこから、まあ、養成所の生活が始まるんですが、はい、さあお時間が来てしまいましたので、ここからの話は次2回目、はい、はい、キューレス発売中にまた、キューレスですね、はい、キューレス発売中にまた登場していただきまして、この続きは後ほど2回目のステージでお伺いしていきたいと思いますので、またぜひ皆さんお集まりいただきたいと思います。ハチレースの発売を締め切りして待っておりますので、船券のお買い物でもないようにお急ぎください。じゃあ一旦お別れしたいと思います。山川浩選手、上井優香選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。